レンガだ。There's something ahead. Be careful. え、嘘。え、あ、でもなんかあそこにある。ちょっと待って。まさか割れるとは思わなかった。え、何やってんの。ちょっとしっかりしてよ、バリー。無料じゃないんだよ、グリーンハーブは。おお、超焦った。どこだ。右足、太もも、オッケー。すげえ食らったな。こっち、セキュリティ、セキュリティカードレベル1。なんすかそれ。なんでおるの。左足だ。左足を出せ。俺が撃ち抜いてやるな。お前引っかかってんじゃねえか。これいけるんじゃね。敵の目の前で堂々と鍵を開けるナタリア、すごい勇気だ。その勇気に立つ棒。よし、これ何。あ、拡張ケース、ラッキー。これで、あ、オッケーオッケーオッケー。あとあそこに何かあるんだよね。それと、危ない。ちょっとなんでバリーが当たってるの。しっかりしてくれ。アサルトライフルの弾か。撃つ仕方しよう。で、上の方に、あのね、擬態幼虫があったんだよね。レンガが落ちてるはず。あ、レンガ拾ってるね。えらいえらい。ここだ。そこだ。あれ？あ、そっち？ここだ。よし。こっちかな。開けごま。血があるな。あ、ここにもいるね。まあただ自分で割ることはない。これだね。火炎瓶を結構作ったね。地図。あ、なんだこれ。有機物を取り込み生命活動を開始する。なるほどね。ウロボロスは、なるほど。核を破壊すると生命活動は維持できない。ああ、このウイルスが施設側に流出してしまうとやばいっていうことだね。セキュリティは厳重に扱う。やはりウロボロスウイルスもアレックスの手中にあった。ん、これはボス戦じゃないか。すごい、ボスフラグが。研究員の日誌、今日から死体を使ったウロボロス実験。あ、スチュアート様手配のおかげで研究のための材料。目の前の人間に襲いかかろうとしてくる。こいつはまるで生物兵器 BOW のようだ。そっか、バイオオーガニックウェポンのようなんだね。なんかあるぞ。ゲッチュー。ここ上にずっと行ってるけどいいの。あのね、改造するのがあったんだけどね。鍵などの遺品についても念のため暗示書に置いて殺菌。あ、鍵がないんだよね。あのセキュリティのとこ行かないとダメってことか。さ、ちょっとねカスタマイズしたいんで、ファイアレートか。ファイアレート。あ、どうしようかな。あ、これでいいじゃん。あ、違う。ん？ファイア、あ、そっか。これにはつけれなかったんだね。
レベル3、あともう一つか。じゃあもうこれに作るしかないね。わ、レベル2かよ。ここからは何もできないんだね。え？なんか変な音がしたよ。なんか普通にいるけど、まあやつは鹿としていいってことだよね。待って待って待って、は？ちょっと待て、おい聞いてねえぞ。なんでお前いるんだよ。さっきいなかったじゃねえか。どっから来たお前。嘘だろ。畜生、あいつ絶対許さねえわ。ぶっ殺してやるわ。マジで。あれ、ここにいる、いたやつがいないな。あそこにいるのか。雑魚が俺に歯向かうからだ。よし、僕の相手ではなかったよな。なんかもう一人いそうで怖いんだよね。大丈夫、むやみに走り回るのあんま良くないね。あーペビー、え、これだけみたいだね。ここも開く。あ、発煙剤。こいつは動かないと。ここは死体安置場なのかな。おお、やった、ハンドガンの弾。敵出てくんだよ絶対。言ったそばから、クソ、大当たり、大当たりか。あ、すごい練習速くなってる。使いやす。コールオブデューティー並みにできないかな、連射。何か入ってる、多分ね、カードキーが入ってるんじゃないかなって思うんだよね。鍵だった。ああ、死体か。 OK。 うん、レベル1だね、あそこは。あ、さっき来たところか。うん、なるほど。うんうんうん、なるほどね。ウロボロス、ん？うん、そう、ウロボロスウイルスを、まあ、実験するのはすごく危険だから、レベル2のねカードを用いて厳重に警戒せよっていう感じの内容だったね。あれ、こっち行ったっけ。あ、行ったか。さてと、紋章の鍵をゲットしたから、まずはここの上を調べるか。待って、まだいるじゃん。どこどこどこ、そこか。どこ行った、そこか。よっしゃ、このね、ガラスを割らずにね、この射撃するというね、私のね腕前が試される場面だったけどね。さあ、カットしましょう。よっしゃ、瞬間移動バリー。あ、あれ、空き瓶が持てない。あ、オッケーオッケーオッケー。あれ、違う、俺今捨てなかった、捨てたね。オッケー、空き瓶をこれと組み合わせてあげる。よっしゃ、ここは一体何なんだ。え、ここに繋がるの、まさかだな。どこだったっけ、右だったっけな。あんまし覚えてないんだよね、道を。あ、ここだね。 OK。 ここは何があるの。これなんだ。ほうほう、
ああ、なるほど。どういうこと？あ、なるほどね。ウロボロスウイルスを改造したんだ。で、スチュワートに、すごい貢献したいっていう内容だね。なんか、バカだよね。悪いことなのにさ、それに人力を尽くしたいっていうね。え？なんで鳴ったの？一時でゴーンってなる？なるのかな？俺が知ってるその時計だと12時にゴーンってなるような感じなんだけど。あ、セキュリティカードがあるよ。はい。もうレベル1いらないような気がするんだよね。オッケー。お、あそこにあるじゃん。これなんだ？サファイアだ。おっ、おっ、おっ。はあ、はあ、心臓飛び出た。はあ、こいつすごいびっくりしたぞ。声じゃね、あんまりビビってないと思うんですけれども、俺の心臓ははるかに飛び出た。マジやばかったんだけど今の。それなしだろう、上から来るなんて誰も予想しないよ。あと一つ紋章のさ、鍵使えるとこあったような気がするんだけど、こっちじゃないな。どこだったっけ。なんでお前いるの。お前いたっけ。あ、あったあった、ここだ。早っ。よし。え、何もないの。サファイ、あ、違う、ライフルか。止血体があるよ。お、あ、レアパーツボックス、素晴らしい。あ、やばいな、取れない、包帯捨てよう。よし、オッケー、完璧だ。そこ、外でスタンバってるんだよね、あいつ。いやいやーい、気づいてないし。え、マジで気づいてないんだけど。今のうちに攻撃しようよ。嘘、どんだけ間抜けなの。体当たってるのに気づかないって、すごい無神経だね。こっちだ。うん、オッケーオッケー。で、パーツを改造したところで今回は終了しようかな。オッケー、ここまでやっと来たぜ。あの階段地味に長いんだよね。バリー。よっしゃ、バーストチャージショット来た。やっぱチャージショットって勘だね。チャージショットはやっぱね、マグナムにつけれないの。そんな、そんなことってある。バーストって何？一度2発。は、素晴らしい性能のやつか。バーストとチャージショットつける。完璧じゃないこれ。スナイパー、うん、あー、なんか俺狙える自信ないな。え、ロング、あ、そっか。つけれないね。うん、なんかつけれないのばっかりだな。オッケー。はい。ということで。もうレベル2持ってるんでね。今日はここまでにしたいと思います。また次回をお楽しみに。それじゃあ、またね。